こう怒りがカジュアルな感情として表現されるっていうか、可愛いものなんだっていう風に見せたくて、リボンに載せてます。企業とかビジネスとかも最初って怒りからこれ立ち上げようとかと思う。確かに、怒りが原動力。そうですね。